はい、どうも、稲浜です。今日なんですが、スーパーで、堂々とやばいものが売ってたんですよ。それがこちら。元祖、水鉄砲飴。そうなんですよ。これ、袋からちょっと見えるかな。ちょっとやばいのが入ってるんですよね。見えないかな。じゃあちょっと開けてみますね。これなんですよ。これですよ。やばいですよね。スーパーで堂々とこんなもん売ってるんですよ。楽しみだよね。じゃあちょっと行っちゃいますか。はい、ではですね、美味しくいただくためにこちら、あのトレーニング用のゴムチューブなんですけど、ちょっとね腕に巻きつけていきましょう。ちょっとね血管をね出さないといけないんで、で血管をね浮き出してねいただくんですよね。大丈夫かな。それじゃいただきます。ああ上物ですねこれ。ああやばい、ああやばい、これ決まりそう。ああ行く、ああやばい、ああやばいやばい、ああ気持ちいい。やばい、あー行く、あー行く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 、あー気持ちいい。あーやばい、これ本当に決まる。あーあーうまい、あー行きそう。どうですか皆さん、スーパーで見かけたら買ってみませんか。すごくいいです。ではデリート、だってだって私のことだけ見てくれるって言ったんじゃん。